どうも皆さん、こんにちは。のしです。今回は、チェストやアイテムを隠す方法を5つご紹介したいと思います。いずれも簡単な方法で、中にはね、ちょっと意外なものもありますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では1つ目早速やっていきましょう。はい、まず1つ目はですね、こちらの植木鉢が置いてあるところに、実はね、隠しアイテムがあります。で、どんな風に隠されてるかというと、ここにね、羊毛があるんですけども、羊毛の下の部分ですね、ここに、このようにホッパー付きトロッコが隠されていまして、その中にいろいろなアイテムが入っているという感じになってます。今ご覧いただいたもののやり方なんですけども、この黒のウールを使います。で、黒のウールを使うというのは、ホッパー付きトロッコがこのウールの中に入って、その時にですね、ホッパー付きトロッコの色が黒くなるので、黒いブロックである羊毛を使ってます。なので、他の黒いブロックでも大丈夫です。で、手前にこのように仮ブロックを置いて、レールをこちらの羊毛方向に向かって設置します。で、レールの上にホッパー付きトロッコを置いて押し込みます。そうするとこんな感じにホッパー付きトロッコがウールの中に入り込みますので、この辺のブロックを一旦壊して、で、トラップドアでこの羊毛のブロックを四方ですね、このように、トラップドアで囲います。で、囲いましたら植木鉢を置いて、その上にこのように葉っぱを置いて、この植木鉢に向かって竹を設置すると、こんな感じにちょうどね、植木鉢になんか葉っぱが生えてるような、そんな観葉植物になくなるので、これでね、完成です。あとは、このわずかにですね、この見えてるところ、ここに向かってタップすると、ホッパー付きトロッコのインベントリーを開くことができるので、この中にアイテムを入れると。これが一つ目のやり方です。では二つ目いきたいと思います。二つ目は、粉雪の中にチェストを隠してます。で、ここの下の粉雪の中に、こんな感じにタップすると、チェストがあって、このようにお宝が入っているという感じになります。では今ご覧いただいた粉雪の中にチェストを隠す方法なんですけども、どんな風にやればいいかというと、粉雪っていうのは、まあ、ご存知の方多いかと思うんですが、チェストをこの粉雪の中にね、こう入れることができないので、あることをします。どんな風にやればいいかというと、マグマブロックもしくはソウルサンドを使います。で、マグマブロックだと、マグマブロックを置いてから、水バケツを設置してから、粉雪をこのマグマブロックの上に置きます。そうすると、このようにですね、ちょっとしたこう泡がね、見えるので、そうなったら、その上に粉雪バケツを置いてから、チェストを置くと、この粉雪の中にチェストを入れることができます。で、こちらは、ソウルサンドでもできて、ソウルサンドを置いてから、水バケツを置いて、それから粉雪。はい。これでもいいので、こんな感じにします。そうすると泡がね、このようにふわふわと出ますので、その状態で粉雪を置いて、そうするとチェストを置ける状態になります。そうするとチェストを粉雪の中に隠すことができるという感じになります。これが二つ目のやり方です。三つ目は、かなりね、単純なものとなります。三つ目はですね、ここのブロックのですね、一部にチェストが隠されています。で、ここら辺をタップすると、こんな感じに大きなチェストが裏側に隠されているという感じで、まあ、パッと見ね、ここにチェストがあるなんてわかんないんだけど、こんな感じにチェストをこの壁の後ろに隠してます。で、今のやつはどんな風に隠してるかというと、めちゃくちゃ原理簡単です。こんな感じにブロックを置いて、で、後ろ側にちょっとね、チェストを隠すので、このような壁を作ります。で、後ろ側に、チェストを置きましょう。こんな感じにチェストを置く、土台を作ってからチェストをワンズと置きます。はい。で、そしてから、ここに階段をこんな感じに置いて、こちら側横壊して、ここに階段ブロックで、このように隠すと、正面から見ると、まあ、一見ね、普通の壁のように見えるんだけど、ここの部分をタップすると、ここですね、大きなチェストにアクセスができるという感じです。で、遠くから離れると、ちょっとね、ここ黒くなってるので、ちょっと違和感があります。そんな時にですね、なんか光とかね、ここら辺に置くと、なぜか光が、灯って、この辺の影が消えて、ちょっとわかりづらくなるので、ちょっと光を置いてみるとわかりづらくなるかなと思います。はい、それでは4つ目の隠し方のご紹介です。4つ目はですね、こちらの階段の一部に、なんとチェストが隠されています。で、どこに隠されてるかというと、このあたりをですね、タップします。これですね。そうすると、階段の下からチェストが出てきて、チェストにアクセスができると。で、チェストの中には宝物が入ってるよという感じです。で、この辺をタップすると、
また階段が閉じてチェストが分からなくなるという感じになります。それで4つ目の階段の中にチェストを隠す方法なんですけども、まずは吸着ピストンを地面掘ってですね、こんな感じに2つ上向きに設置します。で、階段ブロックをこの吸着ピストンの上に置いて、その手前にも階段ブロックを置きます。で、階段ブロックの後ろ側、ここですね、ここから1、2、3、4、5個置いてから、ブロック1、2個、このように設置しておきます。で、このブロックの上に1個、2個、このようにレッドストーンの粉を置いておきます。そうしましたら、チェストをこのレッドストーンの粉に向かって1個、で、隣2個、はい、このように置いて、ダブルチェストの状態にします。そしてチェストの上に階段ブロックをスニークしながら1個。で、この階段ブロックの横に向けて階段を設置します。そうしましたら、このあたりをですね、ちょっとブロックで覆っておきます。2段作っておきます。で、反対側も2段。3段かな?こちら側は3段ですね。このように設置して、で、ここのところだけちょっと注意が必要で、階段ブロックをこのように置いて、こちら側にこの向きで階段ブロックを設置してあげます。そうすると、ここの部分だけ、ちょっと当たり判定がなくなって、裏側にあるところにアクセスができます。そうしましたら、ここにブロックをこんな感じに置いて、このブロックの横に、このようにレバーを設置します。そうしましたら、こちら側から、このレバーのところを向けて、タップすると、このようにチェストをね、階段で隠すことができて、そして壁越しにレバーがあるところをタップすると、このようにチェストを階段の下からね、出すことができます。これが4つ目のやり方でございます。それでは最後5つ目ですね。5つ目の隠し方のご紹介です。5つ目はチェストの中にチェストがあるというね、ちょっと意外性なものなんですけども、ここでね、普通にラージチェスト空っぽなんですけども、ちょっと近づいてですね、ちょっと、この辺をですね、タップします。真ん中より左側、ちょっと左側ですね。この辺をタップします。はい、そうすると、裏側にあるチェストにアクセスができます。当然ね、こちらの大きなチェストの中は空なんだけど、ちょっとこの辺を見てタップすると、ここら辺かな?うん。そうすると、このようにチェストの中にチェストがあるみたいな感じに、裏側のチェストにアクセスができるという感じです。それでは最後5番目のやり方です。そんなに難しくでないんですけども、難しいのはどちらかというと、チェストをタップするところの、ちょっとね、シビアな部分が難しいという感じなんですけども、チェストをね、こんな感じに置きます。で、これが隠しチェストの方ですね。なんかわかりやすいように、じゃあなんかアイテム入れていきましょうか。この辺にね。はい。で、チェストの、まあ、横でも後ろでもいいので、まあ、仮ブロックを置いて、こんな感じに階段ブロックを設置しておきます。横から見るとこんな感じですね。この状態だと、チェストにね、アクセスができます。そうしましたら、この辺にね、ちょっとこんな感じにブロックを置いて、チェストをワン、ツーと、このように置きます。で、チェスト周りちょっとね、壁作っておきます。で、このチェストの後ろ側の、ここにですね、アクセスする方法なんだけど、まあ、ポイントはですね、このブロックとブロックの境目。ここですね、ここにまず立ちます。で、このままチェスト方向に向かってどんどん近づくと。で、ギリギリまで近づきましたら、このヒットボックスが出るところありますよね。黒くなるところ、縁が黒くなるところ。これが消えるところですね。その辺を探してタップします。で、方角的にはこの辺にチェストが後ろ側にありますので、その辺を狙って消えた瞬間、ここですね。ここをタップします。そうすると、後ろ側の隠したチェストの方にアクセスができます。これがね、結構慣れが必要なんですけども、ちなみにね、こちら、まあ、Windows 10でやってるんですけども、スマホでもできますので、スイッチとかね、その PS4 とかそういったものでも同じような感覚でできると思います。はい、というわけで今回はアイテムやチェストをね、隠す方法を5つご紹介しました。まああんまりね、そんな難しいことはやってなくて、ちょっとね、そのタップするところがね、難しいという感じなので、まあそこさえね、ちゃんと理解して使いこなせていれば、チェストの隠し場所やアイテムの隠し場所として使える幅がね、出てくるんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!